んなに青い綺麗な部屋が瓦礫の山でいっぱいになった時は唖然といたしまして天を仰いでいました。すべて完成した有様を見た時には本当に地域の農業者はもとより私どもも一体この復旧には何がかかるんだろうかと途方に暮れる思いでありました。被災地の復興なくして日本の再生なし、その未来への責任を私は総理大臣として果たしてまいります。まあ最高ですよね、今まで、仮設とか避難所にいた時よりは広くて公園もすぐ近くにあって遊ぶのにはいいかなと思いました。お客様が相変わらずいっぱいこの三三商店街にお越しいただきまして感謝しています。引き続き全国の皆さんに来ていただくのが私たちの一番の復興になりますので、造園工事が1年目、2年目、3年目には 100% 戻るということで本当にありがたい思いでいっぱいであります。海苔はこちらの面に海苔の香りと旨味が口の中に広がってご飯が必要になりますね。レストランで使ったりこちらで販売をしたりということです。いわゆる独自産業化ということをですね、やっています。昨年が初めての決算だったんですけれども、おかげさまで黒字となりまして、この3年間で30回近く被災地に足を運んできました。被災地の皆さんのふるさとへの情熱、それが大きな力となって復興は確実に前進している、被災地を訪問するたびそう強く実感しています。被災地の皆さんの熱い思いを私たちはこれからも全力で応援してまいります。